オーズ。タカ、トラ、バッタ。3つのメダルで変身する旅人ライダーは、オーズだ。ダブル。サイクロン、ジョーカー。ガイアメモリで変身する探偵ライダーは、ダブルだ。こんにちは、アズムンジャーです。今日はレジェンドライダーのライドウォッチの音声を予想します。前回ドライブとガイムを予想したので、順番的にはウィザードとフォーゼなんですけど、拡大コピーしたウィザードがちょっとどっか行ってしまったので、ちょっとそれの2つは飛ばしてオーズとダブルを予想します。コンビニで拡大コピーしてきたんですけど、このところですね、真ん中にこの本の中心が来てるので、これちょっと左右合わせるのめちゃめちゃ難しかったです。ほんとギリギリですね。これギリギリスラッシュかよ。まずはオーズを切り取りました。まず基本のですね、ビルドとかゴースト方式で予想するんだったら、タカトラバッタ、3つのメダルで変身する旅人ライダーはオーズだとかでしょうかね。ただですね、この3つのメダルの部分が大メダルとか動物メダルとか、まあその辺になる可能性ありますよね。あとは旅人のところが放浪のとかさすらいのとか、なんかそういう風になるかもしれないですね。そんでタトバタトバタトバは、まあ、変身するときに流れる音楽になるんじゃないかなと思います。あとはバースとかアンクとか、その辺を予想しても面白そうですよね。次はダブルなんですけど、仮面ライダー VS のやつ出したかったんですけど、ちょっとどこにしまったかわからなかったです。こちらがですね、まあ普通に考えたらサイクロン、ジョーカー、ガイアメモリで変身する探偵ライダーはダブルだとかでしょうかね。ただですね、サイクロン、ジョーカーは変身するときに使われて、この単体音声のときには出ない可能性はありますよね。そうなると決め台詞のお前の罪を数えるとか、その辺が出てくるんでしょうかね。あとは2人で1人のライダーだとか、その辺も出る可能性ありますよね。ただクローズみたいに全く違うパターンもあるので要注意ですね。ただでもそこが面白いところでもありますよね。あとはせっかくなんで LED も出しておきますね。ゼロが3つでオーズになってます。次はダブルですね。おっと、ダブルの文字出てましたね。というわけでオーズとダブルの音声を予想してみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。